い上がったらしいですね。イストワールさん、口調が穏やかでないんですけど。まだ怒ってる。今日という今日は言わせてもらいます。お二人は女神としての心得が、あばば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 ば、クルトン、イーソンが小刻みに震え出した。まさか怒りすぎて壊れちゃったの。お医者さん呼ばないと。それとも電気屋さん。違います。これれれれれは、ただただだ、まあまあまあ、もうもうもう、どんになってたたたせいで、ポチ、ふぅ、いきなりでびっくりしました。ネプチューヌさん、向こうの私からの更新です。おお、このタイミングで来た。ナイスだよ、キース。見事な説教キャンセル。更新が終わったら、お話の続きをゆっくりたっぷりさせてもらいますよ。はい、それではおつなぎしますね。えい。ネプチューヌさん、すみません、お待たせしてしまいました。お待たせなんてレベルじゃないよ。あれから何年だったと思ってんのさ。すみません、でもたった3日でそんなに怒らなくても。3日って言ったら72時間だよ。4320分だよ。25万9200秒だよ。それはそれは膨大な時間。3日？はい、3日間ずっと調べて、ようやく。バナナ、私ここに来て3日しか経ってなかったっけ。3日、もうちょっといっぱいいた気がするけど。口を挟んですみません。ネプチューヌさんがこちらに来たのは、私のデータが正しければもう3年も前になるのですが。3年？どういうことなのでしょう。まさかこちらとそちらでは時間の流れ方が違うと。はい、確証はありませんけど。そうですか、さすがは別に常識が通用しませんね。でも逆に好都合ではないですか。客だったら大変でしたけど。そうですね、その場合はネプチューヌさんが帰還できても浦島太郎状態になっていたでしょうし。ちょっと、ダブルイースンだけで話してないで、私にも分かるように説明してよ。はい、ざっくりとした概算ですが、そちらの世界で1年が経過してもこちらでは1日しか経過をしていないのではないかと。もっと長く言えば、たとえネプチューヌさんがそちらで100年を過ごしても、こちらでは100日、3ヶ月と少ししか経っていないということです。ん？100年が100日？全然わかんなかった。ネプちゃん頭いい。無理にわかったふりをなさらなくてもいいですよ。とりあえずネプチューヌさんは時間に関しては何も気にしなくていいというだけのことです。うん、なんかご都合主義な感じもするけど、それならそれでいいや。では本題に移りましょう。ネプチューヌさんがこちらに帰還する方法ですね。おお、それそれ、そこ重要だよ、プルルン。きっと長くなるからメモの準備しといて。うん、鉛筆取ってくる。ネプチューヌさんはそちらでお仕事を頑張ってご自身のシェアを高めてください。おお、基本だね。それでそれで。それだけです。おお、それだけ。こりゃまた随分とシンプルな。
ってさ、やっとゲームの目的とかこれからの活動とかが壮大なストーリーで展開されると思ったのに、それがただし集めるだけじゃあった。ねえねえ、鉛筆ほらほら。あの本当にそれだけでいいんですか？詳しく聞いておきたいんですけど。正しくは私たちでしょうか。ストワールには次元を超えるための機能が搭載されているらしいんです。そうなんですか？初耳です。取説の14万1006ページに載っていました。私もすっかり見落としていたのですが。知りませんでした。後で読み直してみます。ただしその機能を使うためにはパートナーである女神の協力が必要なんです。女神のシェアを消費することで次元を超える光の柱を作ることができるようです。ああ、まあそう決まってるんなら仕方ないね。わかった、とにかくお仕事頑張れってことだね。わあ、急に元気になった。よかったです、やる気になっていただけたようで。いつまでもうじうじ言っててもしょうがないし、シンプルで分かりやすい目的ってのもありっちゃありですね。まあ見ててよイース、シェアを貯めるのは慣れてるし、そんなのジャジャイナジャイだから。そうしていただけると助かります。こちらでは急に規制団体の活動が活発になってきてますし、他の女神の方たちも頑張ってはいるのですが、どうにも押され気味と言いますか。そうなんだ、みんなだらしないな。やっぱそっちでも一番信仰されてる私がいないとダメか。一番はノワルさんですよ。うんうん、わかってる、皆まで言わなくてもノワルが一番ってことくらいお見通し。なくそう。はあ、なんでなんで、どうしてどうして、私主人公でしょ、メインヒロインだよね。なのになんでノワールに負けてんの。私に言われましても。ほら、ネプチューヌさんは少々悪が強いところがありますし、それで好みが分かれたのではないかと。もうやめて、具体的に指摘しないで。あ、そろそろ整いましたらまたご連絡しますので、今日はこれで。あ、待って、2番は私だよね。さすがに2番は私だよね。ねえってば。あ、更新が切れてしまいました。すごいね、ノワールちゃんが1番なんだ。イース、ごめん、私が間違ってた。どうしたんですか、いきなり謝ったりして。私頑張ってお仕事する、向こうを帰るためにものすごく頑張る。ネプチューヌさんの口からそんな言葉が聞けるなんて、やはり目的があると人は変わるんですね。そんで向こう帰ったらノワールをやっつける。やっつけて1位の座を奪い返すよ、決めた。ノワールちゃん、やっつけちゃうの？たとえそれが極めて不純な目的だとしても。よし、やるよ。明日から一緒に頑張ろうね、バルル。
私の番だね。みんな一言一句漏らさず聞いてよ。あれからまたちょこっと時間が経ったんだけど、私も元の世界に帰るためついに本気になったわけだよ。本気の私とプルルが組めば不可能なんてない。プラネティウムは瞬く間に大陸全土のシェアを手に入れて。私の国あんまり変わってないよ。そうなんだよね。現実とは非常である。まあでも少しは発展したんだよ。そんでも道のりは遠いというか、ノアルのラステーションは相変わらず絶好調で、ほぼシェアはトップになったんじゃないかな。反対にルウィーはボロボロ進行が落ちてて、きっとブラン今頃すっごい不機嫌なんだろうな。ノワールちゃんもルウィーとか七賢人の意地悪がひどいってムキーってなってるんだよ。